第2節フランス対日本キックオフ。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。大会2日目試合では後半に追いつき、そしてそのまま勝ち越すという白熱した試合を見せてくれました。そして今日は互いに勝ち点も同じ、ある意味負けられない試合となります。フランス対日本、第2節の模様をご覧いただきます。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。気象情報をお伝えしておきましょう。現在気温は30度、湿度が 54%、 そして晴れ、そして気温がかなり高くなっていますが、この辺は選手にとってはどうなんでしょうか。そうですね、選手によってはスタミナ切れの心配もあるでしょうけど、まあそんなに悪いコンディションではないと思いますよ。守り一本、はい、守り一本、一本、守り一本、はい、加藤ゴーゴー。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですよね。
そうですね。前半40分を回りました。日本ドリブルで上がっていく。ここで抜けてくるか。クリアします。おっと、そのまま蹴った。リベリー、武蔵蔵奪われる。渡ります。中がちょっと寂しい。決まった。3点目。前半のロスタイム、日本としてはやれることをきっちりやってますからね。その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあ、ここから意地を見せることだ。前半終了のホイッスル。日本着実にリードを保っての前半。さあ、後半センターフォワード大迫。おっと、だが誰もいませんよ。一旦預けます。中来てるぞ。ボールは渡る。シュート。絶好の得点機、ものにできない。バラヌ、加藤、クリア。リスティング、コーナーキックになります。両者ゴール前を固めます。ここで選手の交代があるようです。キーパーを押し返している。中の味方は3人。ゴール、日本決定的なゴールになるのか。しかし、いいところで決めてきますよね。さあ、日本点差をつけています。日本としては安心できるスコアですよね。もう4点差ですからね。なんとかクリア。攻勢が続く。少しで後半30分。森、すごいすごい。中に人がいる。おっと、いい形だ。ゴ
した方がいいですね。ここで選手交代。コースを。勝ちました。試合終了の笛が鳴りました。これが結果ですね。フランス戦の予想では4対0、日本見事大差で勝利を得ました。最終節を見上げたんですが、見てください。これが A グループの予想順位です。日本が1位になって、これも相手グループ通過を、でホンジュラス、こうなる予想をしております。以上、得点ランキングもよく、ゴールランキング1位を大迫優也2得点、パーカーというのがすごい選手で、自分の名前も入ってます。12位ですが、得点を目指して頑張ります。